クオンテッジキャピタルはシンガポールとニューヨークに拠点を置けオルタナティブ投資の投資顧問会社です。主力のクオンテッジグローバルファンドは富裕層、ファミリーオフィス、機関投資家を対象に20億米ドル以上の資産を運用しています。クオンテッジキャピタルは2006年設立。シンガポールとニューヨークに拠点を置き70人近くの従業員を要しています。クオンテッジは 統計モデルをベースにしたシステマチック投資戦略を使用し、債券、株式、コモディティ、通貨、再保険など主要な資産クラスに先物などを利用して投資しています。ファンドの投資ユニバースは200を超える商品があり、うち約90%に投資、単一の商品へのアロケーションを5%以下としています。したがって、ポートフォリオは極めて分散されており、この 小分散はポートフォリオ全体のリスク調整後リターンを高めるのに役立つとマネージャーが信じているためです。また、当戦略は動態的な資産配分戦略を使用しており、魅力的な商品をオーバーウェイトし、そうではない商品をアンダーウェイトします。また、クオンテッジはポートフォリオ全体のリスクの目標レベル、年約30%に設定しており、 短期のデイトレード戦略を採用していません。数週間から数年に及びポジションを保持しております。2006年10月の設定来、クオンテッジグローバルファンドは、手数料を差し引いた後の年間リターンが平均20%を超えています。当ファンドは2008年、2015年、2018年を除いて、設定来ほとんどの年に、プラスのリターンをもたらしてきました。 その最大の年間リターンは2010年に82%のリターンでした。この継続的な高いリターンはヘッジファンド業界でもトファンドを際立たせました。調査統計会社 HFR インクのデータによると2016年6月末時点で世界のヘッジファンドの年間平均リターンがプラス3.6%であるのに対し同様のクオンツファンドは 同期間に年リターンが5%でした。出展、ブルームバーグ、2006年のリターンは10月以降です。クオンテッジグローバルファンドの実績は、アジアヘッジ、ブルームバーグ、バローンズ、HSBC、ステガキャピタルなどでランク付けの中でも最も成功したヘッジファンドの一つとなってます。過去に同様のパフォーマンスを長期的に維持してきた、注目すべき、 ヘッジファンドには、ルネサンステクノロジーズのメダリオンファンドとジョージ・ソロスのクオンタムファンドが挙げられます。クオンテジは、他のヘッジファンドと比較して、高レベルのトータルリスクを目標としています。その結果、当ファンドはその戦略の性質上定期的に10%から40%を超えるマイナスを経験すると予想しています。2008年の金融危機の期間、 クオンテッジは45%の最大ドローダウン、またはマイナスを経験した後、年初来を22%のマイナスで終えました。また、2020年3月、クオンテッジは月間最大の28%のマイナスを経験しました。したがって、クオンテッジキャピタルは、その戦略を理解し、短期の高ボラティリティに耐えることができ、長期的に投資できる。 投資家のみを受け入れております。2018年2月以降、当ファンドへの新規投資はすべて新しいシェアクラス、運用資産の82%が3年以上解約できないクラスとされています。シンガポールに本拠を置く投資顧問会社であるステガキャピタルはクオンテージへの間接投資を促進するためにアルティクオンツグローバルファンドを設立しました。ありがとうございます。